ディズニー帝国のこの流れは誰にも止められない。77年にスター・ウォーズとロッキーとジョーズというのがドンドンドンとヒットするんですね。ディズニーの新約聖書というふうに言われてますね。賛否両論、実はスター・ウォーズというのはあります。スター・ウォーズがなぜここまでまた人気なのかという秘密をですね、徹底的に解説していきたいと思います。スター・ウォーズ人気の秘密ということで、スター・ウォーズね、本当に名前だけは聞いたことあるけど見たことのないっていう女性の方とか意外に男性の方も多いんですけれども、まずこのスター・ウォーズ誕生したいわゆるエピソード4ですね、当時でいうとこの第一作が1977年に誕生するんですけれども、画期的なね発明だったんです、このスター・ウォーズ。なぜならばアメリカの当時の77年よりも以前の話、主に1968年ぐらいからその10年間ぐらいですかね、アメリカはベトナム戦争をやってたんですね。で、ベトナム戦争ってアメリカにとって勝ててなかったんです。となると、どん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 戦争にお金がかかるから、経済が疲弊していったんですね。ということで、アメリカ経済がめちゃくちゃになった。となると、映画界も景気に便乗して、同じようにタクシードライバーと、時計仕掛けのオレンジとか、ちょっと、まあ、右か左かっていうと、反体制の映画っていうのが出てきた。これは、若者たちの文化で言うと、ヒッピー文化とかそうなんですけど、もう、戦争、ノーは、ラブ&ピース、もう戦争やめませんかとか、俺たちは、どうせ就職したところで、働き手がない、働き口がない。だったら、大人たちを信用しないっていうのに、アメリカが全体的に77年よりも前っていうのはムードとしてあったんですね。となると大人たちを信用しないから、例えばタクシードライバーのように何か大きな体制に対してバーンと打ってやろう。まあ最近だと映画でジョーカーってありましたよね。あれなんかもう本当に売れないコメディアンがいろいろみんなからなんだかんだで貧困とかで最後爆発したのがジョーカーになるわけですけど、まあタクシードライバーだったり時計仕掛けのオレンジだったり、まあ明日に向かって打てとか、まあそういったね、これ AMC って書きましたけど、アメリカンニューシネマと呼ばれる若者たちが自分たちで自由を勝ち取っていこう、大人たちは信用しないっていう大きなムーブメントがあったんですね。非常にネガティブな映画文化でした。ところがこれ戦争がですね、ベトナム戦争終わってもうアメリカ人が希望を、アメリカドリームをもう求めなくなった時に、77年にスター・ウォーズとロッキーとジョーズというのがドンドンドンとヒットするんですね。これでアメリカンニューシネマ全然入れなくなっちゃったんです。これは何かって、経済が急に戦争が終わったことによって好転したんですね。物が飛ぶように、車が飛ぶように売れて、そしてこの80年代アメリカの黄金期の経済になってきたときに、もう久しぶりに娯楽大作の活劇者ですね。もう一度アメリカ人はアメリカという国を信じよう、仲間を信じよう、映画って素敵だよねっていうので、ロッキーだって結局さ、イタリアの移民がまあ自分の拳一つでチャンピオンになって夢を掴む、ジョーズだって得体の知れない何かが起こって、でみんなキャーキャー逃げて最終的には悪いやつやっつけるとか、スターウォーズも娯楽活劇ですよね。というようにこのアメリカンニューシネマの流れを変えた一本というのがこの、スターウォーズなんですね。でもっと言うなら SF サイエンスフィクションっていうジャンルはもともとありました。2001年宇宙の旅とか猿の惑星っていう作品も前にはあったんです。ただ小難しかったんですよね。もう2001年宇宙の旅見て分かる人いますかって感じなんです。こう芸術アートに寄りすぎてる。猿の惑星も、まあともするとね、あれは戦争で日本人が捕虜になったのを猿っていう風に捉えたりもしてるんですけれども、そういった小難しいものを全部撤廃して、もう、なんていうのかな、正義は勝つぐらい分かりやすいものを提示したのが、まあスターウォーズのヒットした理由。さらには、間口は広く、奥は深く。これね、入りやすいんですよね。まあ、完全懲悪で描いてますし、間口は広い。でも、スター・ウォーズの人物配置とか見てみると、意外や奥が深くて、こことここが因縁があって、こことここが兄弟で親子でっていう、まあ、奥が深い。さらには、ジョージ・ルーカスという人はですね、二次創作で使っていいよって言ったのも大きかったですね。つまり、ファンの人たちが自分で
編集して撮ったもののコンテストやったりしてるのを公式のスターウォーズチームが認めてるというのも大きかったです。ということで、ファンの間の中でどん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 広がっていった。グッズもたくさん出、まあ、今でさえもね、ユニクロとコラボしたり、アディダスとコラボしたり、スターウォーズグッズ出てますけども、そういった国民的なみんなのスターウォーズになったっていうのが、一つ人気の秘密と言えるんじゃないかなと。あとね、やっぱりね、42年の時を経てる。初年の公開が77年ですから、ちょうど今42年、あれから経つわけです。で、いろんなシリーズもの、ロード・オブ・ザ・リングとか、ハリー・ポッターとか、アベンジャーズとか、まあ、いろんな、その、ずっと撮られてるものがあるんですけども、このスターウォーズ決定的にすごいのが、42年前のキャストがそのまま出てるっていうのが、一つ大きいですよね。ここにも書きました。マーク・ハミル。これルーク・スカイ・ウォーカーですね。あとはこれハリソン・フォード。ハンソロ。キャリー・フィッシャー。レイヤ姫。北の国からと一緒ですよ。つまり、ホタルと言っていた田中邦衛さん、吉岡さん、みんな、そのまま年取っていくじゃないですか。これ画期的で、役者がどっかで役者辞めたら、これ成功しなかった。どっかで自己死してたら、もうこのキャスト集まれない。男は辛いよ、もう、くしくもこのスターウォーズと同タイミングで公開されますよね。あのトラさんが帰ってくる。そしてあのトラ屋にいる、もう前田銀さん演じる、ヒロシ。そして、桜は、倍賞千恵子さんですね。そして、三尾。これ吉岡さん演じてますけども、特殊メイクしてないですね。もうそのまま42年後か。だから42年前のキャストがまず勢揃いしたっていうのも一つのこの人気のポイントですよね。で、しかもそれが子供の世代に引き継がれていくということは、レイとかフィンとかもゆくゆく年取った時に、また年取ったお母さん役としてなのか、ゆくゆく出るかもしれない。スターウォーズは100年続くコンテンツというふうに言われています。そして次。ディズニーの新約聖書というふうに言われてますね。これですね、賛否両論実はスターウォーズというのはあります。諸手を挙げてディズニーが買収したことによって全員が全員うわーいってわけじゃないんですね。正直僕もいろいろ新しいディズニー版思うことがあります。ただ僕は、あえてここに新約聖書、旧約聖書と書かさせていただきましたけれども、僕はね、時代とともにね、映画っていうのはアレンジされて、新しい今の作家が新しい息吹をアップデートしていくからずっと残り続けると思ってるんですよ。でないと、ある古い固定ファンだけのものになってしまって、新しい人たちが入んなかったら古典芸能で終わります。そういった意味で、今回のディズニー版素晴らしいなと思ったのが、まず、ルーカス版では考えられなかった女の子を主人公にする。黒人の相棒。ベトナム人女性が出てくる。まあ、ドニーウェン以来ですよね。ああいうアジア系のキャストが、スターウォーズの世界観に入ってくるっていうのは、これ、かなり賛否両論ありました。で、これ結果ね、そのエピソード7は、久しぶりに帰ってきた。で、前半戦の1時間は、いわゆるうるさ型接待というかですね、古い人たち接待で、あ、これも懐かしいですよね、これも懐かしいですよねっていうふうに、ちゃんと、オマージュ、古いのをやってるんですよね。ただ、後半の1時間、完全に新しいキャストにバトンタッチしましたよね。で、おおむね成功と言われているんですが、エピソード8、かなり不評でした。本国のアメリカでは、10万人が署名をして、正式なスターウォーズのナンバリングの8から外そう運動っていうのがあったんですね。それぐらい賛否両論があってバッサリ言ったんですが、僕は、この流れ逆に良かったんじゃないかなと思ってるんですね。というのは、時代とともに変わるってことを言いましたけども、ディズニーという会社は常にリサーチをして、今アメリカという国が今後5年後10年後ここに行かねばならぬというのを、子供向けコンテンツの体を奏して、なんかね、発信してる意外に物言う企業なんですよ。例えばアナと雪の女王、最後真実の愛は姉妹の愛だってこと言ってますよね。今までプリンセスシリーズ長きにわたった歴史がある中で、王子と結ばれないなんて、そんなことあるかと思ったんですが、今 LGBT の時代です。いわゆるマイノリティで、女性同士が結婚してもいいじゃないかってのは、日本の文化でも同性婚ってのありますけど、それをディズニーがいち早く2013年の時点で、女性同士の真実の愛がもうあってもいいよね、成立してるよねっていうのをまず打ち出しました。さらに、ズートピア。あれ動物の中の世界になってますけど、もう生々
しいほどの黒人差別問題やってましたよね。偏見もそうでした。シンデレラ実写化されましたけども、初めてディズニー映画史上、あの中世の世界観に黒人の部が出てきましたよね。美女と野獣。LGBT のこのボーイズラブでしたよね。ルフーという、そのガストンの部下がいるんですけども、このガストンに恋をしてたのが実はルフーという太っちょの部下がガストンに恋してるっていう描き方してました。これシンガポールではね、ちょっと上映禁止になるぐらい、これ問題だったんですけども。というように、その今ディズニーという会社、もっと大きくならば、アメリカ全体のアカデミー賞が、マイノリティをテーマにしてる映画が非常に多い。で、先ほどお話戻りますが、ベトナム人女性が出てきたとか、例えばその、なんだろうかな、フォースのあり方が違うとか。でもこれはディズニーがものすごく多くのリサーチをした結果、確かに今の今は大きな反発があるけれども、5年後10年後はこっちがマイノリティではなくスタンダードですよという一つの指針を示しているのがこのスターウォーズなんですね。なので常識っていうのは時代とともに変わります。旧約聖書が昔はそれがモーゼの10回とかが正しかったかもしれない。でもイエス・キリスト以降、いやそれはやめよう、新約聖書としてこの2000年間やってるわけじゃないですか。というようにスターウォーズもどん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 歴史が長くなれば、また僕たちが想像だにしないクリエイターの新しい作家が新しいことを考えて、アメリカの5年後10年後はこっちですよっていうのを僕はスターウォーズの中で示してくれるんじゃないかなと思ってます。ディズニーという会社のめちゃくちゃすごい戦略の秘密を今からお話しします。当初このエピソード4、1977年に新たなる希望をジョージ・ルーカスが企画書を出して映画会社を撮りたいって時に、ものすごい低予算映画だったんです。ジョージ・ルーカスの天才的な稼いだ秘密、ヒットした秘密はこの5文字です。今回もご視聴いただきありがとうございました。さあ、このシネマラボなんですが、 YouTube 版はこのようにお楽しみいただけるんですが、もっと映画を知りたいという方はこちら有村昆のシネマラボという DMM オンラインサロン内にあるサロンサービスを私やっております。私有村と一緒に映画に行ったり、どこよりも早い映画の試写会、そしてオフ会でみんなで映画を語る素敵な映画仲間がたくさん待っています。ぜひ皆さんこちらまでご入会をお待ちしています。一緒に映画語りましょう。そしてチャンネルの高評価、そして、登録もお待ちしております。それでは次回もみんなでシネマティック。